はい、シアツ氏のケンです。どうも、私の動画に来ていただいてありがとうございます。今日はですね、顔の表情をこう綺麗にするための指圧、セルフマッサージ指圧方法を、お教えしたいと思います。顔の表情を、ね、良くするためにはですね、まず血流、あとリンパの流れですね。あとは何よりもその周りの筋肉を緩ませてあげると、顔の表情を緩ませてあげる、頭皮の、筋肉を緩ませてあげる、首の筋肉を緩ませてあげるということがやっぱ大事ですね。あとは心臓からの血流をちゃんと、頭皮の方、あとは顔の方に、滞りなく運んであげるというのが大事ですね。そのためにはですね、こうお顔がありまして、首があります。ここにこう鎖骨がありますね。ここにこう胸鎖乳突筋という筋肉がこう来ております。ちょうど首のここの斜めにこう走る筋肉ですよね。ここの筋肉が結構張ってる方が多いですね。なのでこの筋肉をマッサージする方法をお教えします。まあね、ご自身のこの、ね、手をですね、まあ、こうグーにして、ちょっとグーにこう猫ちゃんみたいにしていただいてですね、こう当て込んで、ちょうどこの耳の下ぐらい、こうグリグリしたところがございますので、そこに当てて斜めにスーッとこう下ろしてもらうと。あと逆でもいいですよ、こうスーッと。これを何回か繰り返してもらうとですね、すごく気持ちいいですね。これだけでもすぐほぐれてきます。あとこの鎖骨のこの上のラインですね。ここのところもこう撫でていただくと。まあこう押してもらってもいいですよ。こうグリグリ。結構硬い方はね、痛いかもしれませんけども。ちょっと頑張ってやってみてください。意識してほしいのはこの首のこの、上ですね。この耳のすぐ下の、この付け根の部分と、あとこうスーッと置いたこの鎖骨の先端部分のここのところですね。ちょっとこうプリッと張ってる部分がありますので、この辺りをしっかりやってもらうということが大事です。こういうふうでもいいですよね。指先で左右ともやってください。はい、あとはこの首の後ろですね。後ろの筋肉もほぐしていただきたいんですけども、この時はですね、まあ、手でこうちょっと鍵状にして横にこうしていただくと、こういう感じですね。これで結構ほぐれますから、まあ、押さえてこう左右に揺すっていただくのもいいですね。こう圧力をかけた状態で、これも左右やっていただきます。とにかく前をほぐしたら後ろもやってもらうと、これが大事ですね。筋肉は前にこう首を倒す筋肉がある、反対の筋肉がこう伸びてます。逆に首を上げるときは後ろの筋肉がこう縮んで前の筋肉が緩んでますね。なのでちゃんとバランスを取るために前の筋肉をほぐしたら今度後ろの筋肉もほぐしてあげるっていうのが大事ですね。はい、それをそうしていただいて首をほぐすことによって、首に行ってるですね、こう頸動脈ありますよね。動脈、太い動脈があります。この動脈の血流の流れが良くなります。あとですね、この椎骨動脈、このここですね、この骨の首の骨のこの横のね、骨の中をね、この動脈がね通ってるんですけども、こちらの動脈はですね、この頭の脳の方の血管、脳の方の血流を栄養していますね。ここの血流を良くするためにもやっぱり首の筋肉をほぐして、首から脳への血流、首から顔への血流をですね、しっかりと良くしていただくというのが大事です。あと、まあリンパの流れもね良くなります。リンパの話させていただきますと、リンパ液、リンパ管っていうのはですね、血管
動脈静脈と一緒にこう並行して、走っています。で体全体にあります、リンパ管っていうのは。でそのリンパの流れが悪くなると、どうしてもこう老廃物をね回収して、いい状態にするっていうのがなかなかできなくなってしまうので、血流が良くなるとそのリンパの流れも良くなるので、とにかく血流を良くするってことが大事ですね。静脈も、リンパ管も、自分の力だけではその流れを良くすることができないので、血流を良くして筋肉の状態を良くすることによって、静脈、リンパ管もしっかりとこう流れるようになるので、まずは、血流を良くしてあげるのが大事だと思います。そのためにも筋肉を緩ませてあげるということが大事ですね。なので凝ってる状態とか疲れてる状態っていうのが一番お肌の状態にとってよくありません。特に顔の表情っていうのはもう本当にですね、首からのその状態っていうのが特に出ますので、そこをですね、しっかりとやっていただくといいと思います。肩甲骨ですね、この肩甲骨についているこの鎖骨、この鎖骨周りの筋肉をほぐしてもらうっていうのがまず大事ですね。鎖骨の上、鎖骨の下、あとはこの胸鎖乳突筋ですね。こちらからずっとこの首のところについている、あとはまあ後ろの筋肉ですね。自身でできるところは頑張ってやってみてください。